正面入り口植物園の様子植物園の池西ゴンドウ植物園はベトナムホーチミン市にある動物園と植物園同じ園内に歴史博物館フンブーン病と共にある世界で最も古い動物園の一つとして広く内外に知られており現在約140年の歴史を持つ夜間も開園市,市民の憩いの場となっている現在の形になるまでには 様々な変遷を経ており、特に植物園はかつては、アジア有数の素晴らしいさと評されたが、ベトナム戦争中に破壊され、現在に至るまで修復が継続する。動物園には珍しい小人川をはじめゾウ、虎などの哺乳類の他爬虫類、鳥類などが、植物園には希少ならん、熱帯植物などが中心に集められている。ゾウは、園内で売られる、サトウキビを、 観客からもらい食べる姿が鑑賞できる。1927年11月27日、隣接する敷地にフランス政府はブランシャールデーラブロスと呼ばれる博物館を建設した。同年には日本政府により900本以上の珍しい植物が寄贈されている。1956年、サイゴン政府はランシャールデーラブロスを改築し、 サイゴン国立博物館と名称を変え現在に至っている。ありがとうございます。